いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。先ほどですね、お菓子のコーナーちょっと見てた時にですね、ちょっと面白いチョコレートを見つけたんですよね。そのチョコレートがこちら、ロッテのですね、ゼロなんですけども、こちら見てください。砂糖ゼロ、糖類ゼロってことでね、もう私にはですね、もう嬉しいチョコレートだなと思って買ったんですけども、で、これ裏面のですね、ここの成分表示見たんですけども、ここ見てください。炭水化物が 4.8g。で糖質が 3.9g で糖類 0g ってあるんですよね。ここでちょっと疑問が湧いたんですよね。この糖質と糖類どう違うんだろうってね思ったんですよね。同じ糖がついてますよね。後ろが質か類で、この糖質と糖類ね、名前は近いですけども、こう分けてあるってことはやっぱり違うってことですよね。なんでどう違うんだろうと思ってちょっと調べたんですよ。でちょっと調べてるうちにですね、このような図にぶち当たったんですよね。この図見てもう一発で分かりますよね。この糖質と糖類の違いね、もう糖質の中に糖類があるんだって感じですよね。でまた私この図見てまたびっくりしたことあるんですけども、この食物繊維、この食物繊維はですね、炭水化物の一つなんだって感じでね、もうこれもちょっとびっくりしたんですけどもね。でこのような感じですね、大きいまとまり炭水化物というのがありまして、そこから食物繊維を取ったのが糖質ですね。残りが糖質になりまして、その糖質の中から多糖類、でんぷんやオリゴ糖、デキストリン、これなどをですね外して、また糖アルコールですね、キシリトールやエリスリトール、またソルビトールなどを外して、またその他のですねアスパルテームやステビア、これらを外して最終的に残った甘いもの、これがですね糖類みたいなんですよね。糖類、二糖類、砂糖に乳糖に麦芽糖、これ甘いですよね。あと単糖類ですね、ブドウ糖や果糖、ちょっと違うかもしれませんけども、単純に言いまして甘いもの、甘いものが糖類で、その他含んだものがですね糖質なんだなっていうことがね、ちょっと分かりましたというか、こんな違いがあったんだって思いましたね。先ほどのチョコレートの成分表示、ここよく見るとですねずれてるんですよね。炭水化物の下の糖質がちょっと一マスずれてますよね。その下の糖類もこちらも一マスずれてますよね。最後の食物繊維、この食物繊維は糖質と並んでますよね。炭水化物の中にですねこの糖質があって食物繊維があり、また糖質の中には糖類があるんだなって感じですね。ああ、本当ちょっと面白いなって思いましたね。ということで、こちらのロッテゼロですけども、こちら、糖類は 0g ですけども、人工甘味料が入っておりますので、糖質が 3.9g となっております。あくまでもこちらの商品は糖類が0ですので、糖質 3.9g って書いてあるから違うんじゃないかって思われないでくださいね。このような感じですね、ちょっと疑問が湧いて調べると、まあ面白いことわかりますよね。それではご視聴いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほらチャンネル登録しなっせ。